佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回は発酵食品を食べましょうというお話です。実は私、我が家のですね、発酵食品の代表といえばぬか漬けです。毎朝毎晩愛情込めて、混ぜ混ぜしております。実は名前もつけてます。その名はジョナさんです。本当によく頑張ってくれてるんですよ。我が家の健康はジョナさんのおかげでもあります。あなたはお漬物どれぐらいの量を召し上がっていらっしゃいますか？お漬物はですね、毎日だいたい大さじ1杯程度は摂取したい優れた消化吸収促進剤となります。特に今ご紹介いたしましたぬか漬けは日本の発酵文化です。米ぬかにはもともとビタミンやミネラルが豊富です。これに微生物を加えて発酵させることで、この腸内環境を整えてくれるぬか漬けが誕生してくれるわけです。私たち日本人にとってお体に合った素晴らしい食べ物なんですね。また他にも発酵食品といえば何が思い浮かびますか？先ほどお伝えしたぬか漬け以外にも、伝統的な日本食、例えばお味噌ですとか、あとはキムチもありますよね。そして納豆、あとヨーグルトもいいんですけれども、できればヨーグルトは温めて召し上がってください。お体を冷やさずに召し上がることが大切です。そして毎日毎日お体に優しい食べ物を摂ることで、あなたの体は必ず良い方向へと変化します。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。